ミティカス・オリンポス山は、ギリシャのテッサリア地方にある標高2917メートルの山。ギリシャの最高峰。現代ギリシア語に基づく日本語表記では、オリンボス・スンとも。古典ギリシア語では、オリンポス山という。山徳が海面近くのため、プロミネンスが2355メートルと、ヨーロッパで最も高い山の一つである。ギリシャ第二の都市、テッサロニキから、 セルマイコス湾を挟んで南西8 0トルのところにある。オリンポス山は植物性がとても豊かであり、固有種も23種ある。固有種を含め約1700種が生息する。最も高いピークはギリシア語で花を意味するミティカスと呼ばれる。次に高いピークはスコリオである。オリンポス山に登るには東側の山陸の町、リトホロから登る。 リトホロはこの山に登るルート上にあることから、神の町と呼ばれている。工学機器メーカーオリンパスの名称の由来でもある。オリンポス山は、ギリシア神話では、オリンポス十二神の居所とされる山である。リカネンピオ平成19年国立天文大編、マルゼン、2006年、P567。ISBN46 億217万7635。 アンソニー・テイラー、世界の聖地バイブル、パワースポットスピリチュアルスポットのガイド決定版、ガイアブックス、山頂出版、33ページ、2011年、ISBN 978から4から882827801。ありがとうございます。